こんにちは、ゆっくり霊夢です。ゆっくり小悪魔だぜ。今回はパソコンの部品の名前とどのようなものなのかを紹介します。それでは、本編どうぞ。まず、パソコンには CPU というものがあります。これは、パソコンの脳みそのようなものです。CPU の代表会社といえば、インテル社やライゼン社があるよな。そう、その通りで、CPU にもいろいろな会社があります。CPU にもグレードがあり、インテル3579とあり、ライゼンも同じようにあります。続いてメモリーです。メモリーって言うとパソコンの容量だな。その通りです。メモリーはあればあるほど、アプリなどを入れることができます。そうですね。あと私のセリフ取らないで。大体ノートパソコンには、メモリーが2枚あります。ゲーミングパソコンには4から8枚ほどあります。続いて、グラフィックボードです。略してグラボです。グラボとは、画面を出力するための部品です。ゲームや動画の編集など画像処理が高度な作業を行う場所です。ゲーミングパソコンだと交換ができるぞ。ノーパソだと無理だよ。次はストレージの説明です。ストレージとはパソコンのデータを長期間保管しておくための補助記憶装置のことです。すみません、画像は持ってきてません。次に CPU ファンです。CPU は発熱するのでそれを冷やすクーラーです。扇風機みたいなやつだな。これは、たまに取り替えます。今回はこれで終わります。ご視聴ありがとうございました。